これでね、外と中に角度できるから。いやー、リサマルいいとこ出したな。今のでね、相手釣り出してサイドバックの裏空いてたからね。やっぱリサマル最初から見たいよな、今の。今のパス簡単なようで絶対できないですからね。お、おーおーおー、来た来た来た、来ちゃった。あー、危なかったね。ここで突破できたからね、もう外、ロメロが外のカバー行っててね。いや、最後ここ押さえたリサンドロ・マルティネスすごくない？普通に。ここカバーしてるリサンドロ・マルティネスすごくない？めちゃくちゃすごいと思うんだけど、今のリサンドロ・マルティネスのカバー。この人控えなのおかしいよね。ロメロ、オタメンディ、リサマルって前に圧強いセンターバック3枚だから、3バックいいよな、マジで。リサマルよかったね。次3バック見たいね。メッシが言ったら変わるからさ、もうスカローニにあの3バックの方が良くなかったっすかって言ってほしいよね。あとリサマル使いましょうっていう。ピッチでやってたら全員気づくと思うんだよな、3人したらラグになったなって。